今回はですね、お待たせしました。おーシリーズでございます。この前にですね、企業さんとやった動画があったんですけども、1本目だとすごい飲んでしまって、私ほろ酔いなんですけども、思考シリーズね、今回はね、めちゃめちゃ簡単な思考シリーズ、市販のルーを使って最高に美味しいカレーを作ろうと。市販のルー、これね、素晴らしい商品なんですよ。とろみもつくし、カレーの香りもつくし、味も決まるっていう非常に使いやすいルーなんですけども、僕はね、基本的にカレーってジャワカレーしか使わないんですけども、このジャワカレーを最高に美味しくするカレーの作り方ですね。箱の説明通りに作るのが一番うまいって言われるんですけども、これだけは言わせてください。僕のやり方が一番美味しいです。僕にとってはね、必要最低限なんですけども、なんでこれを入れるのかっていうのも説明しながらやっていきたいと思いますので、この動画マジで永久保存版です。ぜひこれ覚えてってください。リュウジのバズレシピ。はい、ではですね、材料説明いきたいと思います。まずですね、市販のルーを使いました。このジャワカレーを使います。ジャワカレー、半箱分、4かけ使います。これも、昔からお母さんがジャワカレーを使ってたので、この、ちょっとスパイシーな辛いカレー、本当に推しです。そして、豚肉。今回はですね、豚バラとかでも、豚ロースでもなくて、豚こま肉。煮込んでも、肉肉しい食感が残るんですよ、豚こま肉大体。今回、あえて豚こま肉を使います。そして、豚こま肉で一番安いんですよ。カレーっていうのは、そもそも、日本人の家庭の中で非常によく根付いてて、今回は、ね、作りやすさ重視。味的に言っても僕は豚こまが一番美味しいと思います。むしろ豚こま肉を使ってください。そしてですね、玉ねぎ1個、ちょっと今回小ぶりなので少し足すかもしれないですけども、だいたい 250g から 300g、 できれば 300g ぐらいの大量の玉ねぎを使ってください。ここじゃあバターが 10g です。コク出しですね。そしてニンニクです。さらにスパイシーさを足すのにこのニンニクを入れるんですね。で、これは炒めないんです。これは後で煮込みに使う。煮込みのニンニクって非常に有用なんですよ。これも後でこれも説明します。あとは、調味料でウスターソースと砂糖を入れます。これはもう入れるときになぜ入れるかっていうのも説明しながらやっていくので、至高のカレーってどういうことかって、普段使いもできるほど簡単なのにめちゃめちゃうまいカレーのことですね。1時間もかかんないで最高に美味しいカレーを作ります。はい、それが僕の至高です。まずですね、至高のカレーを作るの一番大切なこと、皆さんに、これ本当に、料理研究家として伝えたい。今回はね、カレーなんだけど、そんなに煮込まないんですね。煮込まないんですけども、カレーって作るのに、まあ、大体40分から50分はかかりますね、やっぱりね。その40分、50分、これをね、どう楽しむか、これがですね、至高のカレーの一番の課題であります。この40分、50分が苦痛に思ってしまうと、やっぱり料理を作るのはやっぱり楽しくない。まあ、やっぱりですね、楽しく料理することが大事ですね。ある一種のエンターテインメント性を今回は取り入れたいと思います。はい、ということで皆さん乾杯しましょう。乾杯。おいしい。はい、ということでテンションも上がりましたので、至高のカレーを作っていきたいと思います。はい、それではね、早速作っていきたいと思います。まずね、野菜切る。玉ねぎなんですけども、ちょっとね、小ぶりの玉ねぎだったんで、ちょっと4分の1追加しました。だいたい 300g ぐらいの玉ねぎを用意してください。はい、そしてですね、こんな感じでスライスですね。スライスはね、できるだけ薄くしてくれればいいです。そしてこっちも、僕の切り方だとこう鉄の方を切り落として、頭切り落として、こんな感じで、やっていきます。そうするとね、この半身になったところからスルスルとね、これ皮むけちゃうんでね、こんな感じですね。で、これもまあスライスしていきましょう。はい、で、玉ねぎはね、これずっとね、切り続けなくていいんですね。高さが出ると切りにくくなるんですよ。高さが横幅を超えたら倒しちゃってください。倒したらこの高さ減りますんで、そうすると切りやすくなります。これね、意外とね、みんな教えてくれないですよ、これね。少し太くなったはなったで、いっぱいね、炒めればいいので関係ないです、あんまり。なので、あんまりね、切り方とかにね、とらわれないようにしてください。結果、うまいもん作れたやつが一番偉いから。で、このチームはね、もし気になる方はね、切ってくださいね。僕はあんまり気にしない、炒めちゃうと全く関係ないからね。はい、こんな感じで玉ねぎが、切り終わりました。結構な量ですね、これね。それで豚こま肉なんですけども、別にね、豚こま肉はね、切らないでいい。ニンニクだけね、ちょっと切っときましょう。ここを切って、で、潰しちゃダメです。あとすりおろすんで、皮だけ取っときましょう。そして玉ねぎのこの切った香り、すごくね、刺激的な香りがするんで、これをかきながら、飲んでいきます。
パンシーハイボール。これぞ。この素材の香り飲めるのは料理してる人の特権。料理しながら飲んでください。でも飲むのはお酒じゃない人もいいですよ。麦茶とかコーラとかでもいいですから。こうやって楽しんで料理することが大事です。はい、ではですね、玉ねぎ切っただけですよ。でもね、玉ねぎ切っただけで全然できます。フライパン今温めます。で、油はね、これね、ここではサラダ油大さじ1杯で大丈夫です。玉ねぎなんですけども、これね、飴色にするんですよ、このカレーって。ちょっと温める前に。裏技見せましょう。これ、耐熱ボウルに玉ねぎね、入れちゃいます。ちょっとその時に、できるだけこう、広げてください。ラップしないまんま、3分ぐらいね、ちょっと加熱します。この状態です。この状態でレンジします。で、これでどういう効果があるっていうと、この玉ねぎの飴色になる原理っていうのが水分を飛ばすんですね。水分を飛ばした後に玉ねぎがね、茶色くなってくるんですけども、これ電子レンジっていうのは熱を加えて水分をね、飛ばせるんです。だから電子レンジでジャーキーとかも作れたりもするんですけども、この玉ねぎの水分を飛ばして、水分を飛ばしてから炒めるとですね、飴色になりやすくなります。通常飴色玉ねぎにするのは20分から30分って言われるんですけども、今回ですね、玉ねぎをあらかじめ熱して水分を飛ばしていくことによって10分か15分ぐらいで飴色玉ねぎになります。これにやるとね、非常に時短になりますので、文明の利器はね、皆さんね、使っていきましょう。たまに電子レンジを使うとか料理じゃないとか言う人いるんですけど、古すぎます。本当にうまく使いましょう。はい、それではピッピになりましたので、取り出していきたいと思います。かなりね、水分飛んでるんですよ、これね。3分加熱しただけですよ。で、これをフライパン、今ね、あらかじめ温めておきました。これに入れて、で、これで水分飛ばしていくんです。これでね、随分違います。飴色って言ってもね、まあ、要はね、焦げの香りがつけばいいんですね。この玉ねぎを十分に広いフライパンに広げていきます。これ重要です。このフライパンの底に面してる部分が多ければ多いほど飴色玉ねぎができやすくなる。で、動かさない。面して色が変わる部分が香りと甘みが生まれるんですね。強火で、まあ、大体1分から1分半ぐらい。ほら、見てください。返していくと、もうね、焦げっぽいのができるんですよね。これが旨味になります。はい、そしたら返していきましょう。全体返したら、また広げて、またさらに1分ぐらい加熱していく。これの繰り返しで、すぐ飴色になります。電子レンジで加熱しないままやると、この色をつけるとね、非常に苦労します。ずっと炒めてるんではなくて、焼いて返して、焼いて返してが一番重要になります。強火だと焦げの色が出やすいんですけども、心配な方は中火でじっくりとやってもいいです。僕は時短派なので強火でやっていきます。で、今ね、まあ、多分もう1分ぐらいやったと思うんですけど、これ返しに、ほら、もうね、結構ね、焦げの色ついてくるんですね。今どれぐらい経った？5分ぐらい10分後には僕の理想的な玉ねぎをできるような3段になってる。で、たまにこの黒いのがもう完全に苦味になってしまうっていう方もいらっしゃるんですけども、これはね、苦味にはならないですね。なぜなら苦味のパーセンテージがすごい低いから。これね、食べてみてもらえばわかります。前に僕、これ同じカレーを煮込まないカレーって言って YouTube 出したことあるんですけど、その時にクソ焦げてんじゃねえかって言われたんですけども、多分その人食べてない。食べてください。これぐらいの焦げは完全に旨味になります。だいたいこの焦げが3割から4割ぐらいの感じでやってください。これぐらいがベストですね。レンチンしたいから多分10分もやってないです。この感じです。生の甘みもあって、焦げた香りと少しのコク深さというか苦味というか、これが入った今が最高のバランスになってます。これやってみてください、皆さん。これは邪道ですね。邪道の炒め方です。うまけりゃ邪道だよ。はい、そしてですね、豚こま肉、ここで入れていきます。ちょっと玉ねぎ端に寄せましょう。そしてここに豚こま肉を入れていくんですけども、大きければちぎってください。豚こま肉に対して、ね、包丁入れる必要は必ずしもないです。こうやってちぎってください。肉をね、まな板で切るとね、めんどくさいんだよね、洗うのが。豚こま肉って基本的に薄切りになってますんで、ちぎってください。カレーにしてはね、肉の分量多いんですよね。これなんでかっていうと、他に人参とかじゃがいもとか入ってないからですね。だから肉の上がガツンとくる、そういうカレーになってます。カレーを食べた時に一番口の中に欲しいなっていうぐらいの大きさ、これをですね、目指していきます。ここにお塩で、胡椒ですね。そしてまた火をつけて炒めていきます。そして今回は人参とかじゃがいもとかは入れません。入れたい人は入れてください。じゃがいもと人参っていうのは食感だけであり、味には影響ないです。人参は少し甘み出ますけどね。だから人参を入れてないから今回お砂糖入れるんですね。玉ねぎは全体に豚に絡まりました。ここに水を入れていきます。 600cc の水。
そしてですね、ここで大きめのニンニクの一かけをこっちで、削りましたので、これをどうしてもですね、カレールーっていうのは炒めるんじゃなくて煮込む時に入れるんで、少しねスパイシーさがね欠けるんですね。なのでニンニクの生のすりおろしを入れることによって香りをつけていきます。で、ここからはもう強火にしちゃって大丈夫です。そしてカレールー、じゃあ分かる、こうやってやるとルー分かれます。ルー分かれさせてください。で、ここで入れていきます、ほとんど。で、ここから沸かし、日本のカレールーってすっごいからね、大体どんな作り方しても美味しいようにできてる。でもスーパーの店頭で売るってなると、やっぱりこだわりきれないところがあると思うんですよ。で、そこをニンニクとだとかそういうところで補い合わせていただくというか、そこがポイントでございます。回していくとルーは、ね、溶けます。で、ちょっとポコポコっていってきたら火を止めてください。黒い玉ねぎが出てくるでしょ。これが僕のカレーの特徴です。そして味付けいきます。バター 10g、 バターはね市販のルーでは使えないんですよ。原価も高いし、乳製品のねコクも加えていきたい。市販のルーはね、あのほとんどがサラダ油なのね。そしてですね、ウスターソースです。ウスターソースっていうのはもういろんな香辛料とフルーツの旨味が詰まってるんで、これはですねカレーにはもってこいなんですね。で、これは小さじ2杯、はい、これ入れるだけでね相当香りが違います。で、さっと混ぜましょう。いい色になってきましたね。そしてですね、ここにシュガー小さじ1杯、まあ、大体これ大さじ1杯なので3分の1ぐらい、ね、これね、この小さじ1杯のお砂糖、これがぐっとこのカレーの美味しさを引き立てます。これはね、ほんとぜひ皆さんやってほしい。簡単かつ最高に美味しいカレーなんですね。本当にね、カレーは何時間かけて美味しいものを作るって当たり前なんですよ。ただこれは30分でできます。30分で作れるカレーの中では断トツにうまい。でもちょっとポコポコいってきたらもうこれ完成。これが料理研究家の求めた市販のカレーで作る一番うまいカレーです。はい、それではですね、カレーの方を持っていきたいと思います。カレーをね半分ぐらいこの器に持ってくださいね。で、ここに、かけていきます。そして、仕上げにですねパセリね、これねご飯の方にかけてあげましょう。はい、それではですね、市販のジャワカレーですね、至高のカレーライス完成です。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。あー、でもカレーハイボールいいと思う。じゃあいただきますね。お肉たっぷり、肉と玉ねぎだけのカレーですよ。いただきます。わーこれ何度食ってもうまいね。コクと旨味のバランスが半端ないですね。調味料っていうのは基本でバターと砂糖とウスターソースなんですけども、今回ね辛みの成分が入ってないですね。でジャワカレーってそもそもスパイシーなんで少し辛みがあるんですけど、もっと辛みが欲しい方はなんか唐辛子とかカエンペッパーとかチリペッパーとかを入れていただいてもいいと思います。ただですね、家庭で食べるカレーとしてはものすごく完成されてる味がしますね。玉ねぎと豚肉の比率が非常に大きいんですよ。これってほんとね旨味の塊になってますね。で、皆さんによく言われるのが、リュウジさんのカレーがうちのカレーになりましたっていうのは本当によく聞くんで、本当に皆さんありがとうございます。すいません、本当もう僕いつも自画自賛するんですけども、本当にそれはもうお見苦しいと思うんですけども、このカレーは本当にうまい。次の撮影なかったら全部食ってるし、カレーだけでハイボールずっと飲んでた。焦げがちらほらしてる玉ねぎなんですけども、焦げがねいい感じに香りとコクを加えてくれて、カレーってよくインスタントコーヒー加えるじゃないですか、あれって苦味なんですよね。なので焦げが入るっていうことはマイナスではないんですよね。むしろカレーにとってプラスなんです。ただね、これ以上焦げを増やしてしまうとちょっと苦味が立ってしまうので、玉ねぎの1割がちょっと焦げてるぐらいがいいと思います。これが黄金比です。そしてここで味変換グレーション、タバスコです。ほぼレギュラーですね、この人ね。おお、このタバスコの酸味、これがカレーに加わって非常に美味しい。これがね福神漬け代わりになるんですよね。ちょい足しで非常に食べちゃう。この至高のカレー、市販のルーで作るカレーの中ではもう最高峰だと私は思ってます。しかも煮込まなくてもこんだけいい味が出るんだっていうのは皆さん知ってもらいたい。至高っていうのは時間をかけるだけで至高じゃないです。最短で最高の味が出せるのが私は本当の意味の至高だと思ってます。ぜひこちらのカレーを試してみてください。
僕実家の家族はみんなカレーにタバスコかけるんですよ。他の人たちに、ね、カレータバスコかけるよねって言ったら、かけないよっていう風に言われたんですけど、カレーにタバスコ、これ鉄板です。はい。